はい、どうも、アキトントンです。今回は多項式の計算ということでやっていきます。アキトントン。で、多項式の計算ということで、まあ中学2年生の一番最初の数学では、多項式とか単項式って言われる言葉が出てくんねんけど、今回はまずその言葉の説明からやった後に、ちょっとした例題をやっていきたいと思うんだけど、まず単項式って言われたら、数とか文字の積だけで表す式のことです。積っていうのは掛け算の結果のことな。いける？だからこういう A、B とか3とか、全部単項式やねんけど、多項式っていうのは単項式の和の形で表された項が2つ以上の形のこと。だからさっきの AB と3を足した AB プラス3って書いてあったら、これは多項式です。で、基本的に多項式の計算とやったらいっぱい項が並んでるよってやつやねんけど、文字をこれからいっぱい扱うと思うから実数っていうのも気にしないとあかんねんけど、実数って何なんつって、まあ単項式の実数って言われんねんけど、単項式で掛け合わさってる文字の個数のことを実数って言います。だからAB って言われたら2次って言うねんな。次数は2ってこと。ABC ってやったらこれは3次やし、A の3乗ってやったら A が3つおることやから、これも3次やねんな。わかる？数字やったら別に次数はないです。それで単項式の次数があるってことは、多項式の次数もあんねんけど、多項式の次数って言われたら、一つ一つの項のうち次数が最も大きいやつを指します。例えば、A プラス AB ってあったとするやん。これ多項式やんか。単項式が2つあるからな。で、A やったら文字が1つやから1次。AB やったら2次やん。で、この多項式の次数はって言われたら、これは2次なん。OK、二次式とか言ったりすると。大きい方の2を代表として取ってるだけ。わかる？そんな感じで、例えば X たす Y たす3っていうのがあったとするやん。これ1次、1次、0次で、1次式です。一番大きいのは1被ってても1取ります。はい。それでさっきから飛ばしたこの数字、3とかのことを定数項って言います。まあ、次数が0の項のことです。いける？基本的に、定数って言われたら数字を指します。まあ、定まってる数やと思ってくれたらいいです。まあ、めちゃくちゃ数学やっていくと、定数項を文字で使ったりすんねんな。1,2,3,4,5,6,7,8,9 とか定まってる数を文字で表すときもあんねんけど、とりあえず言葉の通り、定まってる数って覚えてくれたら大丈夫です。はい。未知じゃないっていうことな。それで、同類項っていう言葉もあんねんけど、これは多項式で文字の部分が同じ項のことを同類項っていうねんな。よく、同類項でまとめるって言われんねん。例えば、多項式で 3x プラス 2x ってあったとするやん。これ同類項でまとめようって言われたら、これは 5x な。けどこれ文字の足し算やんか。この辺は大丈夫かな。それとか、ax プラス bx って言われたら、これ x について見たら同類項やん。OK。だから、これ同類項でまとめると、a プラス b カッコ閉じて x っていう風になると。これ同類項でまとめるとか、まあ、共通因数でくくるって言われるやつな。OK ですか？そんな感じで、まあ、言葉いろいろ教えましたと。まあ、こういう言葉いっぱい教えたから、それがちゃんと身についてるかなっていうのを例題でちょっと見ていこうか。アキトントン。じゃあ、まず例題です。次の多項式の項を答えよって言われます。カッコ1番、カッコ2番、カッコ3番、カッコ4番、こういう風にあります。じゃあ、やってな。動画止めてやってもいいですよ。カッコ1番の答えは、項で言ったら、S と 3t です。いける？S たす 3t っていう多項式与えられてるんけど、単純に項で言ったらこの2つな。で、括弧今 3x プラス 4xy。 これは項は 3x と 4xy な。 OK。 で、3番 7ab プラス z プラス 3 マイナス a。 これは項で言ったら 7ab と z と3とマイナス a な。OK。 基本的にこう、まあ、単項式のことやねんけど、前の符号とセットで考えてください。前のものとまとまりで考えてください。いける？それで、7ab 前のものないからプラスやねんけど、省略されてるだけ。z とかもプラスと一緒に考えた方がいいねんけど、このプラスは省略されてるだけ。みたいな感じな。はい。じゃあ、括弧4番、a の2乗プラス ab の3乗マイナス7。これもこう答えると、a の2乗と ab の3乗とマイナス7な。OK？ この辺は大丈夫かな？じゃあ次の例題。はい。次の式は何次式か答えよって言われて、カッコ1から4までこういう風にあります。じゃあ動画止めて、問題ちゃちゃっと解いてから解説聞いてもいいし、そのまま解説聞いてもいいですよ。カッコ1番。これは2次式です。いける？なぜなら 3ab っていうのが2次で、プラス2は0な。いける？だから2次式、大きいやつを取ります。カッコ2番。3x2 乗プラス 2x プラス y の2乗。これは二次式な。いける？ x の2乗っていうのは2次で、2x っていうのは1次で、y の2乗っていうのは2次な。いける？で、大きいやつは2次やから2次式になると。
OK。 でたまに間違えるのがこの 2x とか数字ついてるから、これ虹じゃねみたいな思う人がおるかもしれんけど、文字の数って覚えてくれて大丈夫です。はい、じゃあカッコ3番 A プラス5プラス T、 これは一次式な。 A も T も一次で5は0やから。はい、じゃあラスト E の50乗プラス ABC プラス7な。こんな問題出るかな。これは50次式な。はい、僕も初めて今50次式とか言いました。 T の50乗っていうことはこれ50次っていうことな。で ABC は3次な。で7は0やから50が一番大きいから50次式になるって感じ。はいはい、今回はこんな感じです。どうでしたか。まあここからいろいろ数学の計算とかが始まっていくねんけど、次回実際に多項式の計算やってみようぜみたいなのを例題ですね、10題ぐらい扱っていくから、チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録して次の動画を見てください。じゃあまとめノート貼るので、ぜひ復習してくださいね。今度が良かったと思ったら、今度からチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録してください。で、友達なんか人と知らない人いたら広めてください。はい、お母さん友達とかお父さん友達とかにも広めてください。バイバイ。